ウィロード第10節2戦目、福岡ソフトバンクホークス対バッターは3番糸井。ホークス送りバントで進塁を許しています。さあ先制のランナーを背負ったこの場面です。低め絶妙のコースに決めてきます。いいコースだったんですけどね。はい、低め際どいボールにバットが出ました。さあ追い込みました。外れてフォアボール。打順は1番に帰ります。バッター秋山、前の打席ではハーフを選んでいます。岩津でまずは先頭バッターを打ち取っています。これが2球目、打ちました。ヒットになった。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。ワンアウトからランナー出塁しました。ワンアウトランナー2塁となりました。6番バッター大山、まあホークスとしては落ち着いてアウトを増やしていってほしいですね。なるほど、そうですね。わずかに左に切れました。ファールボール、インコース、これは外れます。インコース低めストライク、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。ここは決まりました。見逃し三振です。これでツーアウト、ランナー二塁はそのままです。ソフトバンク打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。